モデルプレスイコール2023年7月3日、13人組ボーイズグループ、セブンティーン、セブンティーンのセアングクワン、スングアンが体調不良により休養することが分かった。3日、所属事務所がグローバルファンダムプラットフォーム、ウェバースを通して発表された。写真、休養前の元気な姿のセブンティーン、セアングクワン、セブンティーン、スングアン。 休養へ今後の活動について説明所属事務所は、セアングクワンは最近体調不良により病院を訪れ、医療人から十分な安静と休息が必要であるとの所見を受けました。アーティスト本人は活動に対する意志が強いですが、当社は医療人の所見に従い、当分の間健康回復に集中することが望ましいと判断しました。とセアングクワンの休養を発表。今後予定している、 テンセントミュージックエンターテインメントアワーズトミー2023および中国でのファンサイン会セブンティーンツアーフォロー2ソウルなどへの参加は見合わせにファンの皆様にお詫び申し上げますとともに何卒ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします当社もセアングクワンが健康な姿でファンの皆さんとご一緒できるよう最善を尽くしてサポートしてまいりますとしている 4月24日、テンスミニアルバム、FML をリリースしカムバックしたセブンティーン。セアングクワンは新曲リリース後、グループコンテンツや歌番組収録を欠席。親友のアストロ、アストロ、ノムン BIN、ムンビン、さんが19日に急性しセアングクワンの体調に関しても心配の声が上がっていたが、28日にムンビンさんへ長踏の追悼メッセージを SNS で公開し、 同日より活動に復帰していた。なおセブンティーンは8月23日に日本ベストアルバム、セブンティーンジャパンベストアルバムをリリース予定。モデルプレス編集部。